안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이입니다맞다맞다자기가계속쓰기때문에자기하자기쓰기때진짜어사이먼じゃあもう今の使うんで大丈夫です。じゃあ今からですね、今日お願い、初めからやって。안녕하세요、웅짱 TV 의웅짱みよ、まい、いにだあの、押さえと言ってったのにちょっとなかったことしようぞ、さっきのやつ、そういうことは許しません。めちゃくちゃお腹すいた。そやな。じゃ今からね、また料理食べていくんですけど、イエーイ、イエーイ今日何食べるかというと、はい、まあね、季節にあった料理って言っていいかな。今日ね食べる料理なんですけど、まず種類から言います。チゲです。まあいろんなチゲあるんですけど、バイさん知ってるチゲ何がありますか？プレチゲ。おお、キムチチゲ。うんうん、スンドゥブチゲっていう、うん、スンドゥブもチゲですね。スンドゥブチゲ、ぐらいですかね。なるほど、なんとかもうめちゃめちゃあるんですよ。その中で今日食べる料理の名前はコチュジャンチゲです。なんだろう。韓国ではまあポピュラっちゃポピュラ、まあでも地方によっても違ったりするのかな。まあ有名なチゲの一つです。はい、もう楽しみ。まあ早速僕ね作っていきますんで、はい、じゃあ食べていきましょうか。お願いします。カザーン。戻りますね。はい。びっくりした。フェイク。うわ、美味しそう。でも。じゃあ、コチュジャンチゲです。すごい。一人前だ。すごい贅沢な感じ。すごいね。鍋で来ると思ってた。めっちゃ映えてる。ズッキーニが太い。肉乗ってるし、めっちゃ美味しそう。はい、お願いします。最高です。もう最高です。もう食べてもらえるんですよ。これがこちらチゲでした。すごい。赤いっていうのは想像してたけど、ズッキーニが入って色もいい感じやし、何より肉が入ってる。本当にご飯と早く食べたいです。見た目が思ったと違うかった。イメージはほぼほぼスンドゥブチゲの、私も、うん、一緒一緒感じやったから。実はこの料理って僕が住んでる地方とかではあんまり見ないんですよ。釜山ら辺では逆にこの需要をスンドゥブが賄ってるって感じですね。そうなんだ、はい、なのでこのコチュジャンチゲっていうのはソウルとか別の地域でまあ有名なやつだったりしますね。逆にこれをもう少しスープを少なめにして別の名前でジャクリっていう名前で本当にご飯のおかずみたいなこういう感じで作ったやつが有名だったりもします。スンドゥブチゲとかとの違いが気になる。確かに。じゃあもう今から食べていきましょうか。はい、じゃあ行きますんだ。じゃあ行きますんだ。どうぞどうぞ、いただきます。うわ
違うね。あ、違う、ほんまや。あ、違うね。結構辛いね。スンドゥブと違う。喉に来る。勝手やで。勝手な乏しい知識で言うと、スンドゥブチゲのチゲとデンジャンチゲのチゲの間みたいな。おお。そうなんや、うん。まあ言ってしまえばデンジャンチゲのコチュタンバージョンみたいなもんだよ。うんうん。美味しい。この味は結構ね甘めになってます。あ、そうなんだね。僕はちょっと懸念して砂糖とかそういうの多めにしたんですよ。大丈夫？なのでちょっと甘めですね。本場で食べたらもっと辛いと思います。なるほどね。これより。で、さっき言った通りにこれをこのまんまこうご飯にね乗っけてこうやって一緒に食べるパターンが非常に多いんですよ。なのでわざとこうそれしやすい器にしました。うん、はい。あとあのお口直し。あ、最高です。そうなんや。あ、僕勝手に。おんちゃんが作るお口直しゲランマリ。ゲランなんていうの？ゲランマリ。まあ、ゲランマリでもまあまあなんでもないぐらいの。うん、あー、お口治る。あったまるね、うん、そうなんですよね。これやっぱり結構寒い時期に食べるといいんで、うんうん、なので今日作ったんですよ。最高です、豚肉合うな。で、うんうん、豚肉結構柔らかくなってんな。めっちゃ美味しい、うんうん、この豚肉コチュジャンとかとずっと結構長い時間こう煮込んだというか、あ、そうなんや。それぐらいするとこんなに柔らかくなるんですよ。うん、美味しいこれ。前の好きな舞茸入ってるやん。うん、入ってた、うん、きのこなんでも合うんですけど、今日舞茸めっちゃあったんで舞茸しました、うん、やっぱ違うね、わかるね、違いは。うん、うん、完全にやっぱり別物って感じやろ。うん、あ、完全にやっぱり別物はちょっといいけど。ごめん、うなずいたけど、ほんまに結構甘めにしたつもりが、うん、こんな辛いんですね。うん、うん、全然いける辛さ。うん、へ、うん、ここはもう汗だくですもん。うん、あ、それか、むんちゃんの食べ方、それが、あ、本当にこんな感じなんですよ。こいつをここに入れて、うん、あともう一回こうやってすくって食べる。うん、ここ定番ですね。うん、うまいね、いいね、おいしい。季節感も最高、うん、シチュエーションも最高、あったまる、うん、寒い外から帰ってきてこれを食べれたら最高やね、うん、鼻水止まらなさそう、うん、実際今もちょっとそれは、うん、ほんでこれめっちゃ作り方がカレーとかシチューとかに近かったりするんですよ、だからめっちゃ簡単なんでキャンプとかいて、あ、本当にもう切ってきたやつバーッと入れてもう煮込めばできるんで、なのでキャンプ用としても食べたりもしますね。あとまろやかに感じるのは、うん、この中にね蜂蜜塗ってるんですよ。すごい、うん、ガッガッガッってこうやって蜂蜜上がってったんでもう入れちゃいました。めっちゃ美味しいんですよ。汗が止まらん。お母さんにも言われてたもんね、辛いのもっと食えなくなったなって。見た見た。もともとめっちりっていうか苦手な人だったんですけど、今聞いてたらもっとそうなっちゃいましたね。食べようって思わないと食べへんもんな。逆に身は辛くない？え、口の中大変なことになりながら食べてる。辛いけど具材を噛んでいくとまろやかさが立ってくるから、そうなるとすっごい美味しいなって感じる。おお、入れちゃいますもん。わあ、そっちにか、この子もう入れちゃった方が、いやー、うわー、ひたひたや、すごい。ここはもうちょい入れようかな。うん、追加しよう。おこれおそらくモーリーは好きそうですね。もっと辛くていいって言ってるのがもう目に浮かぶもん。ちょっとおかわりしようかな。おお、ご飯ですか。あ、うん、こっちのチキンの方、うん、あ、入れてもいいの。あ、じゃあうちにはね、あの給食おじさんいるんですよ。給食おじさん、うん、はい、給食おじさんで、ありがとうございます。全然大丈夫。これ具材なんかいろいろアレンジできそうやな。うんうんうん、めちゃくちゃ思った。もっときのこいろいろ入れても美味しそうやし、うん、確かにね。豆腐うまいな。うんうん、美味しい。いや、マジで今日の一番の収穫は豚肉ってこれぐらい煮込めばこんな柔らかくなるんやっていうのが、うんうん、収穫ですね。うん、めっちゃ美味しい。うん、すごいお腹いっぱいになってきた。うん、おお。邪魔すんな、邪魔すんな、邪魔すみな。いや、正直ね、僕そこまで馴染みのある料理ではないんですよ、釜山の人だから、うんうん、なんですけど、本当にたまに食べたことがある料理で、それをもう本当にこれも何年ぶりに作って食べましたね。スンドゥブチゲとまた違う美味しさというか、うんうん、やっぱ違うねんなって思ったし、ほんまにスンドゥブチゲとデンジャンチゲの間って感じがもうやっぱりそれやわ。具材もたくさんあって、うん、豚肉も味が染みてて柔らかかったんでめっちゃ美味しかったです。ご飯とやっぱめっちゃ合う。うんちゃんがやってた頃
これこっちに入れるやつもまあやりたかったなとはちょっと思ってます。やってられなかったですか？いやちょっとレベルが高い僕も本当に大満足ですね、うん、めっちゃ韓国料理ですけど珍しいも凝ったって感じがするんですよ。ここそれも良かったし、うん、あとこの豚肉の発見が、うん、こんなに柔らかくなるんやっていうのがもうマジで良かったんで、あの方法でなんか一品料理とかもできそうなんですよね、うん、豚だけ炒めてコチュジャンってね、あーなるほどって思ったりもしてたんでね、今後ちょっとわーいいなーあっと今ねどんどん寒くなっていってるんで、こういう風にね寒い時これ食べたらいいよっていうのがあれば、うん、じゃあまたね書いていただければそれよりも食べていきたいと思いますんで、ぜひそれもお願いいたします。お願いします。じゃあイボンヨンさんウユキカジゴヨチョヒヌンとタオンヨンさんへそベッドルハゲスンニダハナドゥセシセヨ。はい、動かれへん。なんか目が重くなってる気がするんですよ。でもいいやろ、うん、っていうのはすごい分かった。嘘でしょ。嘘嫌やん。多分動画見たらめっちゃ目がこう垂れてる。嘘。